東京と同情と思いは生成 AI の未来はスタジオで語る第170回芥川賞受賞球団リエさん2024年1月19日第170回芥川賞さいたま市出身の球団リエさんの著書東京と同情等が選ばれました。都内の書店では早くも品切れのところも出てきているようです。この作品どのような思いを込めて書いたのか。受賞が決まった翌日1月18日首都圏ネットワークのスタジオにお越しいただき井上牛田の両キャスターがお話を伺いました。球団リエさん出演9、1日経ちましたが今の気持ちは。昨日から今日にかけてたくさんの方から今のお気持ちはとたくさん声をかけていただいてお気持ちという言葉が何なのかわからなくなってきました。9、寝られましたか。寝てないです。今ここスタジオにテレビ画面があってそこに私が映っていて私の本の話をしているのがなんだか信じられないです。9、振り返るのは初めてですか。昨日から今日にかけて全然反響というものを見る時間がなかったので本当に世の中で起きていることなのかいと疑問に思いながら見てました。球団さんの受賞作東京都同情党とは。東京都同情党は犯罪者は同情されるべき人々という考え方から犯罪者が快適に暮らすための収容施設となる高層タワーが新宿の公園に建てられるという未来の日本が舞台です。タワーをデザインした建築家の女性が過度に寛容を求める社会や生成 AI が浸透した社会の言葉のあり方に違和感を覚え悩みながらも力強く生きていく姿が描かれています。東京新宿の書店では開店から1時間しか経っていないにもかかわらず球団さんの東京都同情党はすでに品切れとなっていました。逆ここに飛んできて買おうと思ったんですけどね。この状態で紀ノ国屋書店新宿本店吉野裕二副店長予想以上の動きで正直びっくりしています。一昼夜というか一晩足らずで空っぽになってしまいました。作品を通じて伝えたかったことは。旧この作品を通してどのようなことを一番伝えたかったですか。伝えたかったことというよりは自分で勝手に書きたかったことというのが答えになってしまいますが今生成 AI や人工知能というものが人間の機能の代わりを担うようになっていると思います。そういった中ででは人間には何が残っているか人間にしかできないことは何なんだろうということを小説を通して考えていきたい議論するきっかけになったらいいなと思いながら小説を執筆しました。旧小説では一貫して身近な言葉の定義や捉え方を登場人物が自問自答するところが印象的でしたが球団さんにとって言葉の原点大切にしている理由は何ですか。言葉の原点明確な原点とかきっかけは思いつかないですが幼い時から言葉に対しての意識というか不思議な性質を持ったものだなと思いながらいたのでなんか気になってしまう存在いつも無意識に気になってしまうそういう存在です。言葉って本当に不思議で言葉で何ができるかどこまでいけるのだろうとかあとはポジティブな面だけではなく言葉によって損なわれてしまうものもあると思うのでいろいろな性質を考えていきたいと思います。生成 AI を駆使した小説球団さんは受賞の記者会見で作品について次のように述べていました。文書生成 AI を駆使して書いた小説でして全体の 5% くらいは生成 AI の文章をそのまま使っているところがある旧言葉を大切にされているということですがあえて生成 AI を活用しているのはなぜ?と思った。この小説が生成 AI と人間がどう付き合っていくかそれを使うことで人間の意識や価値観にどう作用してしまうかをテーマにしていますので生成 AI の文章本文をお読みになったらわかると思いますがどこが生成 AI でどこが AI でないかすぐにお分かりになろうかと思います。いろいろな言葉を一つの小説で表現することで見えてくるものがあるかもしれないなとそういう可能性にかけて生成 AI を活用利用しました。旧生成 AI を取り入れることには SNS で賛否いろいろ上がっていますがどう受け止めていらっしゃいますか。そうですね議論が起こっていくことはいいと思います。何を求めるか私は正解を書こうとは思っていなくて考えるきっかけを小説を通して提供できれたらいいかなと思っています。金沢の古書店でアルバイト。ところで球団さんはかつて金沢市内の古書店でアルバイトをしていました。店長の山崎優光さんは球団さんについてフラッと店にやってきて働けますかと聞かれアルバイトとして採用しました。店番などを任せましたがすごくテキパキしていて仕事もそつがなく助かりましたと言います。井上アナ。画面には
九段さんがアルバイトをしていたお店が映し出されていますが、店長の山崎さんからお祝いのメッセージが届いております。九段さん、嘘。金沢の古書店の店長山崎優子さん、受賞が決まり嬉しかったです。芥川賞はスーパースターになるきっかけだと思います。これからもマイペースに頑張って、落ち着いたら店に遊びに来てほしいです。すぐにでも遊びに行きたいです。今金沢いろいろ落ち着かない日々をお過ごしだと思いますが、今山崎さん聞いていらっしゃるということを想定して話していますが、いつでも呼んでください。遊びに行きます。いや、働かせていただきます。